なんかみんなが思い描くビルドアップがうまいキーパーってどういうことができてるかとかってなんかイメージある人いる？トラップが置きどころがいい、ワンタッチで速さとか、場所とかをコントロールできる選手。ワンタッチ、はい、赤いよ。視野が広くて遠くまで見えてる選手。正確なキックが蹴れる選手。常に、状況把握ができてると。状況把握ができてる。そこで判断ができる選手。バックパスをもらった時じゃなくて、もらう前から、自分がもらった後のことをイメージできる選手。要は一つ先の、より細かく言ったら、先のイメージができる。下を動かせる。時間でプレーを変えれる選手。フェイスラインのところにフォワードがいたから取られてしまったら危険な感じだから、プレーを上げた。自分のチームが勝ってるから、少し時間使ったんだ、そうだね、そういう最終的になんで蹴ったのかっていうのをちょっと考えてほしいかな。あと、全体的に赤のチームの人は引いていたから、前に出しても何もないって感じだし、相手もみんな気が近かったから、ここから攻めるのに少し手間がかかりそうだったな。なるほどね。開始の直後だから、フリーリスクを下げるから。そうだね。はいはい。打った時に一番最後の右のサイドの選手の狙いに行くし。これ。この選手がいいとこみたいな。この選手に、この選手に取れていいとこみたいな、ね。このキーパーが出そうとしたら。っていうのが、キーパーは多分、見えてたから、ここ、キャンセルした可能性がすごく高い。この子は、パス出そうとした選手に対しては、すごくフリーなんだ。フリーなんだけど、この黄色の選手が出したら寄せるであろうと、キーパーはここ見えてたから、ここにやる。で、これじゃあなんでキャンセルできたかって言ったら、このキーパーが、この選手だけを見てるわけじゃなくて、こっちの奥の選手まで見えてたから、要はこれ状況把握ができてたから、多分出すのがいたんだよ。